油島千本松締め切り定の三重県道、岐阜県道106号桑名海津線三重県道、岐阜県道106号桑名海津線は、三重県桑名市と岐阜県海津市を結ぶ一般県道である。通称は中津見道路。全区間が長良川と伊比川に挟まれた堤防状の道路である。道路の両端は草らでその先が川のため、転落事故に注意する必要がある。 沿線は、基礎山線や、田戸山など、桑名市を特徴づける景観が広がっており、桑名市景観計画では、景観重要道路に指定されている。三重県桑名市大和座上野和神殿の中堤入口、交差点が起点。国道1号伊勢大橋の中ほどから分岐する形になっている。堤防の上を北進し、一旦、桑名市長島町に入る。岐阜県海津市に入り、 同市海津町湯島の長良川大橋西交差点が終点。起点から終点直前の岐阜県道220号、安八海津線の交差点まで約8キロメートルにわたって分岐、接続する道路がない。沿道に民家はなく、街灯もほとんど設置されていない。終点となる油島大橋の交差点桑羽名市と海津市を結ぶ重要路線であり、 途中に信号機がないため、抜け道として利用される。ただし夜になると周囲は真っ暗になるため通行車両は減少する。近鉄名古屋線と JR 関西本線のガード下はポンプで排水を行っているが、処理能力を超えて冠水した場合、通行止めになることがある。三重県岐阜県詳しい建設経緯は不明である。国道258号など、 基礎三線に沿った道路の整備に合わせてこの道路も開設されたのではないかとする説がある。元は市長堂であったが1977年に県道に昇格した。ありがとうございます。